大阪の時にしか踊ることが許されず、青年男子のみが踊りを継承していました。第2会場は犬吠森念仏献売、盛岡市近郊北上川東方に伝わる念仏献売です。かさぶりも入る大念仏の同類とみられ、組織の構成も大きな献売で、仏教色が強い献売です。第3会場は村上の田植え踊りです。福島県南相馬市小田角の村上地区に伝わる芸能です。地元の貴船神社と古紙王社の4月の春祭りに1年おきに奉納されます。第4会場は酒井田虎舞です。山田町に伝わる虎舞で、虎は一日にして千里行って千里帰るということわざから、漁師が無事に帰ることを念じ虎の習性に託した踊りです。第5会場は南下浜念仏献売、奥州市伊沢区に伝わるアシュラ踊り系の念仏献売です。第6会場は尾花沢花笠踊り、山形県尾花沢市に伝わる花笠踊りです。第7会場は中野七住まい、山伏神楽の一つ黒森神楽のしっとり獅子を取り入れた芸能で、岩泉町に伝承されます。縁起の良い七が大切にされ、道具取り物も七つ、踊りも七演目となっています。第8会場は宝の木沢念仏献売、奥州市に伝わる念仏献売です。平泉の高立てで無念の最後を遂げた源義経主従の亡霊を鎮めるために作られたと言われます。第9会場は津山内林です。宮城県登米市津山町柳津地区に伝わる200年前から続く郷土芸能です。昭和51年に復活しました。第10会場は川口狐踊りです。盛岡市の北に位置する岩手町川口に伝わる芸能で、風流踊りに属します。真っ赤な衣装、腰に御幣を巻いて踊ります。地元の小学生が伝承しています。それではお待たせいたしました、県内外の芸能公演です。どうぞ。Wait.
Thank you.